お使い本当に大丈夫？大丈夫、これがあるから。はは、大好きなナギ君からのプレゼントね。じゃあお使い行ってきます。はい、行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってらっしゃい。よし、今日こそ書くぞ。なんでそんな言い方するわけ？今言い方とか関係ねえじゃん。お父さん、ちょっとは外出とかしなよ。せん。ボケるわよ。はい、どうぞ。おーい。おお、なぎ、元気か？うん。パパ、元気？もちろん、元気元気。てかさ、今日どこ行く？もう化粧取れる。だってし、なんか面白いことないの？ないよ。まあもう暇すぎて死にそうだよ。よし。外国からミサイルが発射された模様です。着弾まで5分。福岡にお住まいの皆様は速やかに退避してください。ここに落ちるの？5分。いや、イエス。ユキ。よしか。ねえ、Jアラートってやばくない？大丈夫っしょ。そうだよ。東京とかもさ、結局大丈夫だったでしょ。あれ、でもどっか街がすっごい吹っ飛んだよね。ぐっちゃぐちゃに。あれ、どこだっけ？おお、それが東京だって。外国からミサイルが発射された模様です。お父さん逃げなきゃ。着弾まで。お前は行け。俺はここにおる。何言ってるのよお父さん。外に旦那がおるやろが。お前は一緒におれ。パパ、あと4分じゃない。どうしよう。お姉ちゃん、ひな子。お姉ちゃん、私死んじゃうの？そんなことない、絶対大丈夫だから。お父さん、どんな時でも笑え。お前には笑顔が一番似合う。いって、くそ。てか逃げても意味ないじゃん。大丈夫？大丈夫。え？もしかして迷子？違うけど、もうお母さんには会えない。ちょっと勘弁してよ。え？てか、誰か？この子のお母さんいませんか？結婚したかったな。結婚したかったね。死にたくないな。死にたくないな。パパ、聞いて。私に幸せだったよ。いやいや、こんなの。パパ。大丈夫。もうずっと私たちがついてるから。俺も愛してる。ねえ、暗いのやめよう。女は度胸。あと2分くらい。いつも通りやろうよ。何が女は度胸だよ。ね。あ、もう時間がない。誰か、それ。え？私、絵本作家やってるの。
で、その絵本のこれ最後のページ持ってきちゃった。バカだよね。どういう話？まあいろいろあって、最後には幸せな青い鳥が飛んできて幸せになるの。そんな話。青い鳥書き損ねちゃった。はい。これはいいや。みんな死んじゃうけどさ、私みんなと一緒でラッキーだったな。うるせえよ。パパは私たちの分までしっかり生きて。パパ愛してる、愛してる。生まれ変わった絶対家族になるから。ちゃんと最後だなんて。でも一人じゃないからマシでしょ。わかってるわけで、苦しい悲しい恐ろしいは人間が作る。僕らの進化が間違ってるのはみんな気づいてるわけで、地球のどっかで人が人をぶっ殺してるわけで、戦う意味の意味が全く一人で歩いてるだけで。